動物すぎる。納得いってませんっていうか、基準はどこなんよ。3年4組男子基準とか言ってくれたらわかるんですけどね。でもってレンタカーをゲットして高速道路を北に向かって自動運転でビューンと駆け抜け、大きなワニの肩甲骨肋骨か、その辺にある今日の宿に到着。はい、ということで今日のホテルはこちら、まあ、ホテルっていうかアパートみたいなマンションみたいな室なんですけど、扉が入るの。じゃじゃーん、お部屋到着しました。まずここが玄関入ってすぐ、うわクローゼットとかだと思ったらキッチン出てきたんだけど、いざかけて、え、うわ、なぜかコンロ、電子レンジが隠されていました。隠す意味あるのか。扉があるということで逆にいろいろな場所が開きにくくなっています。この外かなって思わせるようなタイルを進むと、ここにトイレと、あ、お風呂、まあまあまあ、でこっちにベッド2つの部屋しかなかったから2つ、でもこれそれのせいで普通くっつけれないから1個物置だ。寝ない方のベッドで恒例のベッドダイブをしていきます。ずっと水の音が鳴っているし、誰かがトイレに入っているような気配を感じますし、壁には血の跡のようなシミもあります。絶対日焼けした、うわ赤くなってる、日焼け、日焼けしてる。誰かに肩をつかまれた感覚もあります。きわー、足も焼けてる、暗いからよくわかんない、最悪だ、暑かったもん。沖縄屈指のリゾートエリア、恩納村のビーチ沿いのこのホテル、5万円以上するホテルもある中、ここはなんと1泊6キュッパ。そういうことか。暗くない部屋、暗いのには何か理由がありそうです。気を失いかけました、不自然な置き方、後ろに何かが映りました。カーテンを開けてはいけない、何もありませんでした。トイレではない、捨てとかないとバレてるだね。ちょっと休憩します。この後は夜ご飯食べに行く、こっから歩いて1分ぐらいのところに沖縄のステーキ屋さん、結構何店舗もあるチェーン店みたいなステーキ屋さんがあるんで、そこで食べたいと思います。ここが今私がいるホテルで、食べたいのはすぐそこ。どうもアンズでございます。はい、始まりました、油散歩 in 沖縄88。ご案内いたします、ご案内いたしますが、美しい発音のお姉さんに案内してもらいます。間違い探しかっていうメニューパネルを強めにツンしていきます。焼き加減にパーセントと円がついているのは気になりつつ、焼き加減もツン。日本人の特徴である真ん中をチョイスしていきます。ミディアムの 30% です。謎のスープとともにスープ越しのおじさんが登場。おじさん、手の届で何かをグイします。サタデキ的なことを言われました。グイグイグイしています。何かを一生懸命探している模様。不思議な色合いのスープが登場しました。ソースのくびれ越しのおじさんが水をグイしています。
サウザンドレッシングを目に投入しています。さすがに目に染みていますね。アンズはチャウダー的なのをすすっていきます。お、メイン登場か。おお、お肉の音をしばしお楽しみください。油のシャワー音ですね。ガーリックライスドン。大きさに無駄のあるタイプの鉄板です。最初はノーフレーバーで油をロレロレロレしていきます。おじさんはニンニク醤油を目に入れています。目に入れるのに口まで開けちゃってますね。アンズもおじさんを見習います。美味しいですね。塩でも楽しんでみます。マッシュポテトがかなり美味しかったです。ここで残念なお知らせ、後ろにいたおじさんが退場してしまいました。ここからはお肉を楽しんでいきたいと思います。アメリカのステーキって私ちょっとどういう意味か分かりません。自由みたいなことですかね。S1 ソースも試してみます。これ沖縄の家庭には必ず1本あると言われている A1 ソースの進化系で、トマトが効いたかなり酸味の強いソースなのですが、これはこれでお肉と合います。こっちの方が好きか。このガーリックライスは細かく刻まれたマッシュルーム入りで、カリカリに揚げられたニンニクライスがたっぷり乗って食欲を誘います。いつも通り肉を2バウンドさせていきます。映ってはいませんが、脇を上げて食べていることで服装が見られてきています。沖縄ではお酒を飲んだ後に食べる締めのステーキなる文化があるほど地元民にも愛される一品です。締めでステーキを食べる場合、メインは何を食べていくんでしょうか。気になるっちゅね。ステーキについてくるコーンやミックスベジタブルは必ず逃亡を図ります。しかし私は逃しません。アメリカンな雰囲気と沖縄らしさを併せ持つステーキハウス88、沖縄の本土復帰後50年以上も愛され続けている人気店で、県内最大手のステーキレストランです。うちなんちゅのみならず観光客からも愛される名店。沖縄はアメリカ軍によって統治されていた歴史があり、その時からアメリカの文化とともにステーキも広がったそうです。おお、やっぱりアメリカの味だったっちゅうわけでっちゅ。はい、ということでステーキ食べてきました。なかった。ちょっとどういう意味か分かりません。お肉も美味しくてタレも美味しくて、特にガーリックライスとマッシュポテト、マッシュポテトが美味しかった。セブンイレブンで沖縄名物爆買いしてみました。1700円も買っちゃった。目の前の板、沖縄っぽいもの1700円分爆買い紹介します。じゃん、沖縄といったらやっぱオリオンビールでしょ。じゃじゃん、この紅茶家電のガーデンシークワーサーっていう沖縄限定らしい。じゃじゃん、この沖縄バヤリースの、これマンゴーとかパインとかシークワーサーとかあったんだけど、ガーバーってやつにしてみました。じゃじゃん、やっぱ沖縄といったら泡盛、飲んだことないんですけど、アルコールが結構強すぎるやつだと思うんですけど、とりあえずなんか1個買ってみました。じゃじゃん、耳がジャーキー。耳は沖縄で名物的な感じの存在らしい。これね、100円いくらだった。じゃじゃん、沖縄限定のグミ、アセローラとシークワーサー。これソーキソーダのカップ麺の、しかもミニサイズがあったので、じゃじゃん、嬉しいアイス。以上、アンズの購入品。まずアイスが溶けちゃうんで、アイスからいただきたいと思います。アイスはすでに3つ目です。アイスを食べるために型を出して薄着で飲みます。うまっ。うん、アイスを食べるときは薄着になるルールです。こんな感じね。だからジュースも飲んでみよう。うまっ。これ全国に売ってほしい。めちゃくちゃ美味しい。いっぱい買って持って帰りたい。ピューレ入り、うん、ピューレ、花のような香り。ガバが入ってるから私モモさんのピンクが好きなんだけど、美味しい。ガバ、うまっ。めちゃくちゃ美味しい。この後配信なんだよね。はい、ということで一旦配信が終わったので、なんかちょっと一回寝ちゃったんですけども、オリオンビールと泡盛、耳がを
食べてなかったので、いただきます。これはビールが苦手でも美味しいって聞く。乾杯。ビールを飲むときも薄切りのルルルのようです。あんまり苦くない。美味しい。これ食べてみます。耳側蒸気は美味しそう。いただきます。うん、これこれ味付けはソーキそばの上に乗ってた肉の味と一緒だ。うん、ちょいってこれこれ無理だ。京急泡盛アルコール度数 12%。 これ温めないといけない。あー、水割りとかなんか割らなきゃいけないんだ。なんか泡盛調べてみたら、これだけで飲むんじゃなくて水割りとかロックとか何かと割るって感じで飲むらしいんで、ちょっと何もないから割るものが、これはお持ち帰りして配信とかで飲みたいと思います。ということで、お風呂に入って寝たいと思います。明日の朝はシュノーケリングをするので寝ます。なんとバスタオルが1セットしかなかったので、巻いてお風呂に入る用のバスタオルがありませんでした。お風呂入ります。今回の動画はお風呂タイムなしです。隣のベッドは妹の涙です。おやすみなさい。おはようございます。7時台なんですけど、中に水着を着て顔もすっぴんということで、今日は朝から青鬼洞窟ってところにシュノーケリングに行きたいと思います。沖縄といったらやっぱウォータースポーツだと思うので、2月で寒いんですけど、シュノーケリング行きたいと思います。それでは冒険島にやってきました。恩納村の前田岬の崖の下にある青の洞窟は、沖縄本島で人気ナンバーワンのシュノーケリングダイビングスポットです。青の洞窟といえばイタリアのカプリ島にあるものが有名ですが、恩納村にもそれに勝るとも劣らない神秘的な洞窟が存在します。イタリアの青の洞窟は船で入りますが、沖縄の青の洞窟は船では入れず、シュノーケリングかダイビングで入ることができます。動画をよくご覧の皆さんは、アンズが泳ぎが堪能であることはご存知だと思いますが、シュノーケリングは泳げなくても大丈夫ということで、今回はシュノーケリングをチョイスしてみました。力道山のポーズからの力道山、またまた力道山ポーズ。この姿、お茶目でやんちゃ、優等生にはない荒ぶる魅力がある。その感動を分かち合うアサヒビール。松田の情熱大陸とかに出てくるタイプの写真です。前田漁港から出発し、洞窟の入り口付近まで乗船時間は約5分。この日のシュノーケリングはアンズ一人、一緒に船に乗っている人たちは全員ダイビングの方々。一瞬あばれる君が映り込みました。シュノーケリングで入っていきます。口は加えなくていいんですけど、マスクはしっかり自分の顎を引いて、そっからいきなり綺麗です。水が綺麗なのでしっかりとそこまで見えます。太陽の光が差し込んできて神秘的です。
洞窟の中にも洞窟の外にも多くの熱帯魚が生息しています。どこですか？青の洞窟に入りました。透き通った海に差し込む太陽の光が海底の白い砂に反射して洞窟内が青くライトアップされるように見えることから青の洞窟と呼ばれています。3、2、1で振り向きましょうか。いきますよ。3、2、1、どうぞ。うわ、めっちゃ綺麗。すごい。めちゃめちゃ青いですね。青い。すごい。ここが青の洞窟、一番有名なポイントですね。ここが青の洞窟。いい声で紹介していきます。はーい、チーズ。いいですね。どんどん取りますね。チーズ。いいですね。次はまあ沖縄なんで。はーい、チーズ。もう一枚いきます。はい、はーい、チーズ。そんな感じ、いいです。見た目に面白いですね。そう、そのライフジャケットと、あとはウェットスーツもだいぶ浮力になるんで。あ、これ自体に。そうなんですよ、スーツ自体も。シュールな写真を撮り続けていきます。 OK です。一番光が差し込むという青の洞窟ナンバー2のスポットへ移動。岩を掴むように指示されました。次は何するのかなって思ったら、さらに写真を撮り続けます。晴れてる方が青いく、そうですね、まあ、太陽差し込んでる方が青くなる。その自然が作り出した奇跡の美しさは、人生に一度は見てもらいたい絶景の青。時間帯でいうと、早朝は透明度の高い青色、夕方に近づくにつれて深みのある青色と違った表情を見せてくれます。洞窟は一番奥になって、まあ、上からこう降りてきて、こう海に入る方法もあって。そうなんです。僕たちは今日ボートから来たと思うと。洞窟に大量発生しているのが、赤松傘、白身魚でめちゃくちゃ美味しいらしい。目がまん丸で大きいのが特徴です。洞窟から脱出。これは宇宙飛行士の写真です。洞窟の中にも、洞窟の外にも多くの熱帯魚が生息。人間に慣れている魚も多く、餌付けなどを通してお魚たちと一緒に遊ぶことができます。色とりどりの熱帯魚に囲まれ、まるで竜宮城にいるような体験ができます。熱帯魚人気ナンバーワンのニモコと可愛いクマノミにも会えます。一夫多妻制の魚で、カースト上位のオスのみ子孫を残すことができるのです。しかし何らかの理由でメスがいなくなってしまうと、オスがメスに性転換してしまうという生命力あふれる魚なのです。サンゴに住ませてもらっている代わりに、サンゴに近づく天敵を追い払うのが彼らの共存の仕方なんですが、なぜクマノミがサンゴに寄生しているのか本当はよく分かっていないのです。かなり気性の荒い魚で、一定距離以上近づこうもんなら全力でタックルを仕掛けてくるのでご注意を。お触れ、お触れ、お触れ、たことも触れ合っていきます。世の中は海に似ていますね。泳げないものは溺れるしかないのです。泳ぎ方を覚えることや、上手に流れに乗ることしかでき、上手に流れに乗れる、上手に流れに乗ることしか生きていけないのです。それができない人はただ溺れるか漂うしかない。ワカメみたいな、泳いでワカメが手に絡まってきた時、うわーってなりますよね。未知の生物に触れた気がして、必要以上に焦ります。びっくりします。それが今の私。ワカメ側です。溺れかけてます。黒いです。ただウェットスーツで浮いているだけ。この人たちに巻かれたら終わりだなってビビってます。ギョグリーチツンツンされている間、激アツ演出のマリンちゃんが出てくるのかなって。何でしたっけ。そうですね、ライバルっていうか最先端っていうか、時代が追いかけてきたなっていうか、駆り上がってるじゃないですか。うちに跳ねてくるっていうか、モードですよね。
体験を始める前は正直さすがに沖縄といっても冬に海は無理でしょうって思っていましたが余裕でした。アンヌの専属ガイドあばれる君の話によるとゴールデンウィークの夏は洞窟内が大混雑で青を楽しむ余裕がないぐらい人で埋め尽くされちゃうんだとか。人が多いと海も濁ってきたりお魚さんも餌をもらいすぎて寄ってこなかったりがあるみたい。このシャワーお湯が出ると聞いていたのですがずっと出し続けてもお湯が出ません。激寒です。冬に来たお姉さん大正解ですと褒められました。そんな意図は全くなかったのですが青の洞窟を独り占めできて6,800円、なんだかお得な気分です。今回の体験一言で感想を述べるとシュノーケリングは正直泳いだ感覚はありません。浮き玉のように水面を浮遊していました。はい、ということでシュノーケリングやってきました。シャワー浴びてメイクもしたので早速ね今日の目的地へ出発したいと思います。レッツゴー。鍾乳洞に行きたいと思います。沖縄県には鍾乳洞が多いです。なぜならサンゴ礁が隆起してできた島だから。洞窟は室内的な感じですのでアウトドア体験なのに雨が降っても楽しめます。鍾乳洞行ってきます。やばーはーい、ということで沖縄にある鍾乳洞行ってみます。レッツゴー。ブレイク川っていう鍾乳洞行きたいと思います。なんかこの奥に行くらしい。こんな鍾乳洞とホテルの近くに位置しアクセスも良好なのにガイドブックに載っていない沖縄の隠れ家スポット。2018年2月より本格的に一般公開したネクストブレイクの沖縄秘境のパワースポットです。全長およそ 200m の鍾乳洞で30分ほどの短い時間で洞窟を体験できます。なんと入場料が500円とめっちゃ安い。これは知られざる名スポットを発見したぞって思ったらなんと令和6年5月7日から入場料1200円に爆上がり。これは知らないままになってしまうかも。しかも値上げはゴールデンウィーク終了直後とあるのでゴールデンウィークの客足ダウンを恐れての時期設定。値上げの上げ幅とは裏腹な陽気な対応。いや待てよ、ゴールデンウィークが終わった平成値上げしていく強気の行動なのか。この辺りも沖縄の人のおおらかさを感じます。とにかくアンズは動物の良さを伝えていこうと思います。洞窟内の気温は平均23度と涼しいです。しかも青くライトアップされているため体感的にも涼しく感じます。本名ネキシネジガマは沖縄の方言で命をしのいだ動物という意味です。とても命が救われた歴史があることから名前の由来となっています。多分戦争とかで弾を避けたとか武士から身を守った的なことなのです。ここは青の洞窟の人気にあやかって人工的に青にしているのかなってアンズは思いました。洞窟といえばやっぱりコウモリでしょ。アンズは昔自転車に乗っている時コウモリにタックルされたことがあります。そのコウモリを痛い目に見させてやりました。それ以来コウモリを敵視していますので今日洞窟にぶら下がるやつがいたら冷凍ひらがなでふっとしていこうと思います。あと洞窟といえば埋蔵金ですよね。これぞ野望、金を見つけていきます。ピップル的なのを持ってなかったのでこれもメイト油まででグサクからのベロベロしていきたいと思います。さらにトロッコにも乗れたら最高ですね。その場合アンズジョーンズ的な感じで無知的なのを振り回します。洞窟中央部にはシンボルとなる非常に縁起のいい紅白岩が登場。赤色の鍾乳石は珍しく雨水とともに赤土を含んで色づいたと言われています。へえ。少し進むと現れるのが黄金岩。ついに見つけました。ここの黄金をブイして持ち帰ります。先ほどの黄金岩とほぼ同じ見た目の岩ですがなんとこの岩キラキラ岩と呼ばれラメが塗られたみたいにキラキラしています。石言葉は希望と成功で運気が高まるパワーストーン。自然界に突如現れるのが人工感たっぷりの虹色のライトアップエリア。盛り上がってないクラブみたいになっちゃってます。出口付近では恋愛運をアップさせてくれるというハートロックが出現。ラブユー。願いを込めると恋愛が成就するかも。地上に戻ってこれました。野望で初めて飛行機に乗りました。
ワゴン丸ごと飛ばしたいところでしたが、それは難しいので今回はそういう回です。これで北は北海道から南は沖縄まで制覇したつもりだったんですが、もっと南があるってことで南に向かいます。最南端って東京の沖ノ鳥島らしい、最東端も東京らしいってことで東京ずるいってことは東京は制覇しているので縦横全部制覇じゃー。安全の予防いざ宇宙人。 Hey kidこの動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップ始めました。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。インスタグラム、X、TikTok、LINE ブーム、各種 SNS もやっているのでフォローお願いします。バイバーイ。どこかに潜む